後ろは、レベル5より2008年に発表された新霊、ホラーロールプレイングゲーム、及び、それをもとにした、小説、漫画作品である。ゲームの発売は未定。2008年にレベル510周年記念作品3部作の第3弾として発表された。当初は、プレイステーションポータブル用ソフトとして2009年の発売を予定していたが、 発表から10年が経過した2018年10月時点においても発売時期が未定の状態となっている。週刊ファミ通のインタビュー記事において本作品の動向について日野明白に問いただしたところ任天堂スイッチへのプラットフォーム変更が発表された。2014年に角川ホラー文庫より小説版後ろ不機嫌な死神が発刊されシリーズ化。 2015年にはコミックニュータイプにて小説版を原作とした漫画版、後ろ不機嫌な死神。が、月刊、ヒーローズにて独自ストーリーの漫画版、後ろがそれぞれ連載を開始した。アジオンチの女子高生、西崎七々子は、普通の人間には見えないはずの死神、ウッキレイ一郎と知り合う。ウッキは、不思議な能力や道具を持ち、 命と引き換えに願いを一つ叶えてやると人々の魂を求めていた。角川ホラー文庫より発刊。作者は後藤流。カバーイラストはドは八。後ろ不機嫌な死神。後ろ放課後の王国。後ろ死神と白の聖女。ありがとうございます。